住吉区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。上町大地の南部、大阪市の最南部に位置し、大和川を隔てて、堺市の堺区、北区と隣接している。六本の鉄道、阿弥子筋と阿部の筋の二本の主要道路が、いずれも都心部と南北に結ばれている。区の北部は、阿倍野区南部から続く住宅街で、阿倍野区の手塚山一丁目から、 住吉区の手塚山中、手塚山西と、お屋敷町となる。その南に位置する住吉大社を中心にした、住吉、上住基地は、旧家の多い昔からの静かな住宅地域であり、その周囲に、清水高市、住之江、織尾の南住吉、山の内などの勤め人階層の多い住宅地が、続いている。現在の区域は、おおむね、大阪市編入前の住吉郡住吉村。 墨之江村、長井村、小佐見村の大半と、西成郡小浜村の一部にあたる。1950年代頃までは、区の東部、南部に農地が広がっていたが、宅地開発が進み、2010年代には、区の一部に農地が残るたは、ほとんどが住宅地となっている。墨吉は古代では、墨之江と読み、万葉集にも登場し、歴史は古い。現在、吉、 墨之江墨之江は別な地域名となっているが、元は墨吉の読みの墨之江の意表記だった。古代には墨吉津とそれを守る墨吉大社が栄えた。中世には墨吉大社宮寺のつもり市の館の墨之江殿に南朝の五村上天皇の御座所が約10年間置かれ、南朝の拠点となった。中近世以降は墨吉群東部の平野里が栄え、 住吉津の面影が消えた沿岸部では変わって神殿開発が盛んに行われた。近代に入ると1879年に大阪府で軍区町村編成法が施行され安律町に住吉軍役所が置かれた。しかし、軍役所は1881年に、軍自体も1896年に東成軍に統合され、住吉軍は消滅した。 住吉区は、1925年に、大阪市の第二次市域拡張に伴って、東成郡全域が大阪市に編入された際、旧住吉郡全域と、旧東成郡天王寺村の区域で誕生した。大阪市編入の際には、当初は名称を、安倍の区とする案が出されたが、最終的に、住吉区の名称が採用された。その後、 1943年の分増区により、当時の安倍野区、東住吉区にあたる区域を分離した。1943年の分増区の際、当時の住吉区役所は現安倍野区の区域にあったことから、現在の安倍野区が住吉区の区名を継承し、現在の住吉区の区域を住の区とする案が出された。しかし、住民の反対によりこの案は撤回され、 住吉大社周辺を含む遠くの区域が住吉区の区名を継承した。また1943年の分増区の際、隣接する西成区との間で区の境界の見直しが行われ、一部区域が西成区に分離編入されると同時に、当時西成区に属していた小浜地区が住吉区に編入された。1974年には住吉区と住野区に分区された。 従来の区について、細井川井北は南海本線、細井川井南は阪海線を境に東西に分け、西部を隅野駅とした。隅野駅の分区により、隅吉公園や安立、浜口などは隅野駅に属することとなった。通過列車の設定されていない半海と大阪メトロを除きすべて普通列車のみ停車し優等種別はすべて通過する。 これは遠くに限らず、大阪市南部の区全てに言えること。大阪市立大学区内には、大学1校、高等学校7校、中等教育学校1校、中学校12校、小学校16校、特別支援学校1校、専修学校1校、幼稚園15園が存在する。区内には、大阪市立大学が設置されている。 旧制大阪商科大学時代の1934年7月25日に天皇塾から菅辻から現在地に移転している。太平洋戦争の終戦直後には GHQ により学者をキャンプ境として接種され、市内各地に仮校舎を分散していた。この間の1949年に新制大阪市立大学となった。 敷地は1952年に一部変換を受け、1955年9月30日に全面変換された。また現在は区外に移転しているが、かつて区内には、手塚山学院短期大学、関西外国語短期大学、大阪女子大学、大阪府立看護短期大学といった高等教育機関も設置されていた。高等学校は7校が設置されている。公立高校は、 大阪府立阪南高等学校、大阪府教育センター付属高等学校の2校。両校とも全日政府通貨を設置する。2014年度から高校の学区が撤廃されたため、両校とも大阪府全域から出願できる。私立高校は、大阪学芸高等学校、生命学院高等学校、建国高等学校、手塚山学院高等学校、 何は高等学校の5校がある。長いに大阪学芸中等教育学校が設置されている。同校は大阪学芸中学校、高等学校の6年一貫教育課程を開祖し、独立させる形で2004年に設置された。大阪府で最初に開校した中等教育学校であり、2010年時点では大阪府か唯一の中等教育学校でもある。 公立中学校は産業中学校、阿弥陀中学校、住吉中学校、山戸川中学校、東、阿弥陀中学校、住野駅中学校、大量中学校、阿弥陀南中学校の発行。1947年の学生改革の際、当時の住吉区の区域には4中学校が設置され、内住吉第3、住吉第4の2中学校が現住吉区域に、 設置された。翌1948年には住吉第一住吉第三両校の校区を再編し、住吉第五中学校が新設された。その後地域の宅地化により生徒数が増加し、それに伴って季節校が過密化したため、1970年代に新設中学校が相次いで設置された。三両中学校の校区を分離する形で山戸川中学校、 墨野駅中学校が開校している。また、阿鼻子中学校の校区を分離する形で、東、阿鼻子中学校が開校し、墨吉中学校の校区を分離する形で、大量中学校が開校している。1995年には阿鼻子東阿鼻子の両中学校の校区を再編する形で、阿鼻子南中学校が開校した。私立中学校は、 大阪学芸高等学校付属中学校、建国中学校、手塚山学院中学校、何和中学校の4校が設置されている。公立小学校は、東小浜小学校、住吉小学校、長井小学校、伊良小学校、住之江小学校、織尾野小学校、清水急小学校、南住吉小学校、大良小学校、神田小学校、 山の内小学校、神田南小学校、神田北小学校、大空小学校の14校が設置されている。明治時代初期、1872年に、現在の住之江小学校が設置された。その後当時の各村に、相次いで学校が設置され、東廃校などを繰り返して、明治時代中期までには、現在の伊良小学校、長井小学校が創立している。 1908年には、墨之江小学校から、当時の墨吉村を校区とする、墨吉小学校を分離している。大阪市編入後には、東小浜小学校、織尾の小学校、清水急小学校が開校した。1950年代以降の地域の宅地化により、南墨吉、神田、大陵、山の内、神田北、神田南の各小学校が開校している。 2000年代には、南住吉小学校の課題規模傾向がしばらく続くと判断され、同校から分離する形で2006年に、南住吉大空小学校が開校した。私立中学校は、建国小学校、手塚山学院小学校の2校が設置されている。区内には、大阪府立大阪南宿泊支援学校が設置されている。 1938年12月8日に天皇区から現在地に移転している。かつては大阪府立盲学校の名称だったが、特別支援教育制度の導入に伴い2008年度より大阪府立資格支援学校に解消され、さらに2016年度には大阪府立大阪南資格支援学校へ解消されている。知的障害、肢体不自由、聴覚障害、 病弱児童については、それぞれの障害種別に応じた特別支援学校の校区が設定され、区外の学校に通学することになる。専修学校は区内に一校。神田六丁目に私立の関西医療学園専門学校が設置されている。かつては手塚山に大阪府立貿易専門学校があったが、大阪府の方針により2004年3月に閉校になった。 ありがとうございます。